ジャンフィリップ・ラモー・プラテーは、バロック時代のフランスの作曲家、ジャンフィリップ・ラモーが、エイドリアン・ジョセフ・ル・バロワ・ドルビルのリブレットを用いて、作曲した、プロローグと三幕からなるオペラである。ラモーは、ジャック・オートロのリブレット、プラテー、あるいは嫉妬するジュノの権利を買い取り、ドルビルに修正させた。この物語の最終的な出典は、古代イギリシャの作家パウサニアスが、 ギリシャ案内の中で語った神話であるとされている。この作品は神々の王であるジュピターが自分に恋をしていると信じている醜い水の精を主人公にしたラモー初のコミックオペラの試みである。この作品は当初バレー部本と呼ばれていたが後にコメディリックと呼ばれるようになりラモーの変歴の騎士と同じカテゴリーに分類されるようになった。この作品は フランス国王ルイ15世の息子であるフランス王大使イとスペインのマリー・テレーズ・ラファエルの結婚を祝うために書かれたもので同時代の資料によればタイトルの人物と同様に美人ではなかったという。ラモーはその数ヶ月後に王の室内医学の作曲家に任命され多額の年金が支給されることになった。オペラは1745年3月31日に ベルサイユのグランドエキュリーで上演された。音楽学者のカスバート・ガードルストンは、ラモーの同時大臣が、誰も、プラテへの革新性を指摘しなかったことに驚きを、示している。ラモーは、1742年に再演されたジャン・ジョセフ・ムーレの喜劇オペラ、ラゴンドの愛や、1743年に上演された、ジョセフ・ボダンド・ボアモルティへの喜劇オペラ・バレエ、公爵夫人、 ドンキショットに触発されたのかもしれない。プラテーはラモーのオペラの中でも最も高い評価を受けた作品の一つである。この作品はフランスとイタリアのオペラの優劣を論じたブフォンドンソーでラモーの音楽スタイルに適意を示していた批評家たちをも満足させた。メルヒオールグリムはこの作品を崇高な作品と呼びブフォンドンソーで対立していたジャンジャックルソーでさえ 神々しいと評した。このように評価されたのは、これらの批評価が喜劇オペラである、プラテイが自分たちの好む軽快なオペラブッファへの道を開いたと考えたからではないかと考えられている。ピエール・ジェリオットこの作品は、1745年にベルサイユ宮殿で行われた結婚祝賀会で初演された。この上演については、 有名な俳優であるオートコントレのピエール・ジェリオットがプラテイ役を演じたこと以外、ほとんど知られていない。ラモーは台本作成者のバロット・ド・ソボと共同でこのオペラを改訂し、1749年2月9日にパリのオペラ座で上演した。初演は大成功を収め、その後、1750年と1754年に再演されたが、常にプラテ役を演じるのは、 オペラ座の第二のオートコントレ、ジャンポール・スペソラーであった。ロドルフォ・チェレッティによれば、ラトゥールが演じた、プラテ役は、ラモーが書いたオートコントレの中で最も高い役であったという。プラテーは、ラモーが存命中の1759年に、最後の全曲演奏が行われた。次の上演は1901年に、ミュンヘンで行われ、ハンス・シリング・ジーム戦がドイツ語版を大幅に、 開作したものだった。フランス5番は1917年にモンテカルロで上演されたが、プラテーがフランスに戻ってきたのは1956年のエクス・アン・プロバンス音楽祭で若きテノール歌手、ミシェル・セネシャルがカエルの女王を演じた時であった。このオペラは1968年にオランダで1983年にイギリスで1987年に アメリカで上演された。ロンドン公演では、サドラーズウェルズ劇場のイングリッシュバフハフェスティバルの演出で、ジャンクロード・マルゴワールの指揮により、ジャンクロード・ウルリャックがプラテイ役を務め、ヘンリー・ハーフォード、ピーター・ジェフズ、マリリン・ヒル・スミスが出演した。1999年には、パリのガルニエグルで、ローラン・ペリーの演出で上演され、後に DVD 化された。この時は、 マルク・ミンコフスキーの指揮でジャン・ポール・フーシェクールとポール・アグニューがタイトルパートを演じた。また、1997年のエディンバラフェスティバルではニューヨークシティ・オペラとマーク・モリスダンスグループとの共同制作でマーク・モリスの演出により上演され、その後、ロンドンと米国でツアーが行われた。また、サンタフェ・オペラでは2007年夏のフェスティバルシーズンに パリオペラで上演された作品をローラン・ペリーが演出し、同じプロダクションチームが多数参加し、ハリー・ビケットが指揮して上演された。2014年には、ウィーンのアンデア・ウィーン劇場とパリのオペラ・コミック劇場で、ポール・アグニュー式、ロバート・カーセン演出による新演出が行われた。パーティーの後、コーラスは酔って眠っていた、デスピスを起こす。タリエとモミウスがやってきて、 テスピスに、昔ジュピターが妻のユノの嫉妬を直そうとしたことを再現する演目の企画を手伝ってほしいという。当初、計画から外されていたキューピットは、激怒して登場し、彼、なしでは、舞台は成り立たないと宣言する。愛のインスピレーションなくして、どうして芝居ができようかと問いかける。そして、四人は、計画を立てる。レれ狂う嵐の中、 マーキュリーが天から降りてきて、ジュノーの嫉妬が原因だとチタロンに説明し、ジュピターから問題を解決する方法を見つけるために派遣されたのだという。チタロンの解決策は、4人の陰謀家がまとめた計画の実行を提案すること。ジュピターは、醜い沼の聖プラテと恋に落ちるふりをする。プラテは、自分の池に近づくものはすべて自分に夢中になっていると信じ込んでおり、 二人が一緒にいて結婚しようとしているのをユノが見つけた時に自分の嫉妬が根拠のないものだと気づき二人は再び結ばれる。プラテイが到着するとマーキュリーはジュピターに知らせるために去っていく。プラテイは自分を愛しているのはシテロンだと信じているようだがシテロンが否定しているにもかかわらずマーキュリーからジュピターが間もなく天から降りてきて愛を告げると聞いて喜ぶ。 雷神は、君の美しさに惹かれて地上に来たが、自分の心と宇宙の両方を君の足元に置きたいと思っているジュノーが起こした新たな嵐が吹き荒れるが、プラテは消されず、沼地の生き物たちは水の中の家に退避する。ジュノーをアテネに送り出したマーキュリーとしてロンは、隠れて、成り行きを見守っていた。モームスに伴われて、ジュピターが到着すると、最初はロバの姿。 次に、フクロウの姿、そして最後には、雷鳴と明るい光の中で本人の姿を表す。ラフホリーがアポロとダフネの物語を歌い、プラテがジュピターに関わらないように警告するという、ショーのようなハイライトを含む、延々としたリベルティスが続く。ダンサーと歌手が、交互にプラテを褒めたりバカにしたりする。ジュピターとプラテの結婚のために、人々が集まってくると、 騙されたと激怒したジュノーがアテネから戻ってくるが、タイミングを見計らって、隠れるように説得される。モミウスが愛に憤して現れ、プラテに贈り物を差し出す。ジュピターとプラテは結婚式に参加しようとするが、最初の、誓いますの後、ジュピターはユノの到着を待っていた。ジュノーは、プラテの姿を見て、ベールを脱ぎ、すべてが冗談であったことを悟る。神々は天に登り、 恥をかいた、プラテイは再び池に飛び込む。ありがとうございます。